イニシャル D フォースステージ第2話、前回ダウンヒルバトル見ていきたいと思います。これも27分19秒なんだよな。ちょっと長くなったのかな？まだわかんないけど。もう楽しみなので早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。いつもやっておりますよ。フォローお待ちしております。よろしくお願いします。あ、楽しみ！はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート！早いな。ああ、こんくらいでいいんじゃない？オープニングが終わったら本編開始って言うからそこで合わせてください。合わないな、なんか難しいな。頑張って合わせてくれ。ちょっと俺はその他の人と違って画面に凝ったことをすることができないんだ。もう絶対俺が続かないって分かってるから、俺が続けられる範囲のやり方でやらせてくれ。ごめんね。俺が好きな曲がまだ来ないんだよな。知ってる曲っていうか、まあその、なんていうの。イニシャル D を見てなくても、やっぱこう、自然とね、聞いてて、あ、わかったとかさ、なんか、ユーロビート全集みたいな、ユーロビートメドレーみたいなやつで聞いたりとかはあるから、それで知ってたりはするんだけどね。まだ俺が好きな、あと一曲がまだ来ないからね。本編開始。トールの B6 ね。すげえな。すげえ超進化してんじゃん。今までのステージと全然違う。もうほぼ MF ゴーストと変わらんくらいまで行ってない。すごさんっていうと、早いんすよ、うちの八郎くん。岩木誠二タイプ。怖いね。ああ、クラッシュはちょっとうちの匠も経験があるんですよ。クラッシュっていうか、ちょっとエンジンがバーストしたっていうか、エンジンがバーストで合ってんのかな、日本語。エンジンがね、ちょっとよろしくなかったことから。第2話、前回ダウンヒルバトル。仕掛けるタイミングが、
蓋のない速攻でしょう。分かってんだ。お、開けた。そう、なんか一個違いがあるっつってたかんね。実践で学んでったね。くそ、くそ。ついてってんねー。ちっけー。すげー。なおちゃんの声が、負けたら走りはやめるんだよ。ベタ付け。一番距離詰めてない今。近い近い近い。え、どこで仕掛ける？わけわかんないやな、びっくりするな。86がついてきてんだもんな、だって。そうなるよ。スカイラインだ。知ってる車だ。スカイラインだ。ちゃんと知ってる車だ。スカイラインだ。そうなんだよ。なぜなら藤原匠の頭にはもうコースが入っているから。でもよくついていくよな。とか言いながらついてってるお前もすごいぞ。へえ。危ねえよお前ら、道路出んなって。とんでもねえ速さなんだ。すっげえ。
ぱそうなるよな。これからだ。これから来るぞ。乗り越えるしかなくない？それしか考えられないんだけど。いわき政治タイプだからちょっと一旦冷静に。早いんだよな。もうアイキャッチャーいるんだよな。でもあれがないね。イニシャル D がない。うん、正反対。どうする？見えた。いやー、でもどうする、まだ続くぞ。いえうわあ、すげえ、すげえ、超えてんじゃん。こっちか。はは。
うわぁ、すげぇ、すげぇ、バケモンじゃ、えぐ、えぐ、すげぇ、浮いてんだ。あっちに置いてんじゃねえ。あ、やばい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 、無理すんな。ああ。うわー。あー、うわ、うわー、なおちゃん、うわうわうわしんいち、まあわけわかんねえよな、地元の車がなんでクラッシュして負けるんだってなる。FR の GT だ。FR の GT だ。何も分かって、あ、かわいい、かわいい、今のアツロ、ケイスケの FD も早いっすよ。うちのケイスケ舐めてもらっちゃうと思いますからね。早いっすよ、うちの FD。スカイライン。知ってる車だ。スカイラインの何かは分かんないけど、なんつったっけ、 GT ターボだっけ、何も覚えてない。
や、それは、それは多分86だからじゃないか。っていうのが入るから、多分外から行くんじゃねえの。ではそんな発見これ。終わるかな、多分。終わりそうだな。じゃあやめてほしくなかったんだ。どっちかったんだろうな、圭介と敦郎はみたいな。ちゃんと約束守って偉いよな、すげえ。誰だこれ、誰だ今、 FD じゃねえよな。
ていいじゃないか。違うよな。栃木。栃木。誰だ。東道塾ってなんだ。誰だ。君は。すっげえワクワクするんじゃねえか。誰だ君は。誰？あの車の種類は何て言うんだろう。FD じゃないっていうのは分かったからな。今のところ色でしか判断してないからさ。でも違うっていうの分かって、ちょっとだけ成長を感じる。なんか名前出たけど全然読めなかったや。いいや。多分そのうち出るだろう。ケイスケとアツローの方は書いてないけど、まあそこじゃないんだろうね。まあやっぱそのあくまでその匠とトールの方のトール側のね、ナオちゃんのことも描いてたからね。トール偉くない？もうちゃんと負けて、でそれをきちんとこう受け止めて、でその上で約束守って、で峠攻めるだけが走り屋じゃねえっつって、今までとは違う形で車と付き合っていくっつって、いやいい旦那さんになるよ多分。なおちゃん、なおちゃんだってあれ本気で言ってたんじゃないんだから、ちょっと意地悪しただけっつって、本当にやめちゃうのっつって、やめないでよってまで言ったんだから、やっぱ峠を攻めてる姿がかっこよかったんだろうね。そりゃそうなるよな。おもれー、ほんとたまったもんじゃねえよ、こんな止まんねえよ止まんねえ。まあ、これで、第1話、第2話が終わったから、次、ちょっと待って、第3話、27分10、20秒じゃん。かんねえのか。ずーっとこのまんまあんのか。ちょっと長いんだな。東道塾っていうのがあるな。そして、黄色の車に座ってる、座って電話してた栃木ナンバーの彼だ。小菓子若いまた出てくんじゃねえの、栃木だったら。どうかな、出るんじゃない、出てくんねえかな小菓子若いあいつを知っているのかみたいな感じのやりとり、出てくんねえかな、どうだろうな。あれ、でも黄色のあれ FD じゃないの、違うの、なんかそれっぽい感じはするけど。違うのかな？ FD、FD の形じゃなかったような気するんだよ。俺まだ完全にその見た目でわかるわけじゃねえからさ。あの、ケンジが出た時はちゃんとわかった。ケンジが出た時は、あ、180や。180で、あ、ケンジだと思う。ちゃんとわかった。成長してるんすよ、俺も。イニシャル D と共に。おもしれえなあ、これほんと。最高だわ。終わり。もしこの動画よかったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっております。フォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちら8組ぜひ。ということで、イニシャル D フォースステージ第2は、巡回ダウンヒルバトルでした。ありがとうございました。なら。